どうも、こんさこさこりちです。今回はですね、私藤枝市田沼というところに来ておりまして、藤枝の人たちはまず一旦学生時代にここ来るよねっていうような場所に来ております。ここがね、僕も何回か行ったことあるんですけど、まずすごいのが、まあ、今日はそれにはしませんが、大盛りとかにすると ものすごい量になったりとかするんですが、学生さんたちでサッカー選手たち、そういう人たちが食べに来て、いろんな学生時代を過ごすみたいなね、青春の お店に来ております。藤枝市のソウルフードと言ってもね、過言ではないぐらいのものでございまして、藤枝の人にちょっとどっかいいとこないですかって聞くと、まずここを紹介される、そんな場所にね今日は来ております。僕はこの藤枝で初めて食べたんですけども、中華料理としてはもともとあるものなのかな。藤枝の人たちはここでそれを食べて青春時代を過ごし、そして大人になっても通い続けるというね、本当に地元から愛されて愛され続けているお店、今日はそんなところをねご紹介したいと思います。中華飯ホイハン横田というお店なんですけども、かっこ見たくなるね。僕も多分学生藤枝に住んでたらここ絶対毎日のように通ってただろうなって、そんな場所なんですよ。外観がなんかいいですよね。ものすごく青、ものすごく青。中華飯って何ってちょっとなっちゃうというね、中華料理屋さんなの、まあそうなのかなっていう感じ。ホイハン、ホイハンっていうね、なんかそんな感じですよね。ここでございます。藤枝といったらやっぱりサッカーの街ですからね。長谷部誠選手を輩出しているこの藤枝でございますんで、その藤枝のサッカーの部活に入っている学生たちもここによく通うというね、そんな場所でございます。いいね、入りやすいよね。ここ駐車場もしっかりちゃんとありますんでね、じゃあちょっと行ってみましょう。気になるホイハンって何っていう話なんですけども、いろいろあるんですよ。麻婆豆腐ホイハン、ナスホイハン、酢豚ホイハン、玉ねぎホイハン、じゃがいもホイハン、ちょっと分かんないですよね。ホイハンって何って思っちゃいますよね。で、値段めちゃくちゃ安い、値段めちゃくちゃ安い。で、他にも料理、いろんな一品物ありまして、麺類もいろいろあるんですよね。で、これ見て、サッカーラーメンって何って思いますよね。ちょっと今日はこのサッカーラーメンと味噌ホイハンに行ってみようと思います。来ました、こちらがホイハンだ。肉味噌ホイハン、めちゃくちゃ美味しそうじゃないこれ。肉味噌のあんかけにご飯、これがホイハンという、まあ、いわゆる中華飯というものなんですよね。ホイハン、すごいなんかカレーみたいな感覚ですよね、これだとね。でもいろんな種類があるから、あの味がね、そう、肉味噌はこういう感じだよってことなんですよね。すごい、サッカーラーメンこれすごいな。サッカーラーメン、これ何がサッカーなのかっていうと、このまず餃子、この餃子がスパイクをイメージしてるらしいんですよね。で、このニラが芝生ね。で、これがサッカーボールらしいです。うずらの卵がサッカーボール、チャーシュー、これがサッカーラーメンと言われるね。サッカーの街藤枝ですからね、サッカーラーメン、すごいね。どんな味なんでしょうね。うわ、具沢山、めちゃくちゃ具沢山なんですけど、うわ出てきた。あ、いいね、いいですね、いいですね、美味しそう。食べましょう。まずホイハンからいきましょう。めちゃくちゃ美味しい。ホイコーローっぽい感じですね。本当に肉味噌。美味しい。
うん、おいしい。この660円でこの量すごくない？マジ好みの味。これ本当に学生ね、サッカーで疲れた学生がもうって食べたくなるご飯ね。うん、これにもひき肉が入ってますね。いただきます。うん、モクラーメンのようななんか発酵菜みたいな感じの味付け。うん、で各野菜の出汁が出てて美味しい。あと餃子も行こう。水餃子。これ美味しいわ。これサッカーラーメンファン色は絶対。こういう具沢山でね、食べ応えあるラーメンいいですよね。うん、でたまにホイハン食べてね、最高の上天パターンですよ。食べ応えあるね。いろんな具があるんで毎口なんか味が違うみたいな感じ。美味しい。釣り卵いっちゃうみたいな、なんかそういうの。うん、なんか監督です。監督が自分のチームのベンチとか何を使ってどういう采配で試合を進めていくかみたいな、そういう感覚。ホイハン本当美味しいわ。これ全制覇したい。全ホイハンを制覇したくなる。いろんな味が楽しめるラーメンと、そして絶品のホイハン食べられて幸せだね。食べきました。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。
ふいお腹いっぱいだぜ。やば、お腹やばい。食べ過ぎたかも。いや、ほんとボリューミーなお店なんですよ。有名なアスリートとか陸上選手の飯塚さんとか、そういう人たちがね結構食べに来たりするみたいなんですよ。それぐらいね、あの藤枝といえばここみたいな、お店なんでね、ぜひとも皆さんも行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。